い、ボビーですね、こちら、ハンバーガービッグチーズバーガーを、頼みました。ここに来る前に、なんだっけミッキーコーヒースタンド、寄りました。撮影しようかなと思ったんですが、ヒデブ祭りの時の、ナイトライダーさんが来てて、仕事の打ち合わせかなんか知んないですけど、エリコママが、ノートパソコン開いて、なんか打ち合わせしてたんでね、とりあえず、自分のちょっとで、大吉さん神戸から来ましたね。どうすか味は。うまいでしょ、うん、これは癖だろう、うん、でしょ、うん、これはでも勝つ、うん、そういうことです。ボビーのバーガーもドッグも、みんな全て美味しいです。カレーも半端じゃないです。そんな感じで、ゴリスポでした。はい、自分のガイレージ戻ってきました。そして川崎ベルシス、これもあの何ローター？ウェーブディスクローター、はあ、ウェーブディスクローター標準装備だそうです。そういうとこって川崎すげえなって。そして川崎ベルシス、この独特の刺す一本刺す、そして自分がお話ししたいのは、これの二人乗りは地獄です。ほんとケツ痛いなって、自分のエリミタンをちょっと思い出しちゃいました。そんな感じで、自撮り入ります。はい、ずっとヘルメットかぶったんで頭ちゃぶれててごめんなさい。そして今日はボビーさん行く前に、ミッキーコーヒースタンドさん寄ってきました。そしてエリコママさんからちゃんと、ステッカーいただきました。こんな感じですね、はい。そして今日は、撮影はなかったですね、ミッキーコーヒースタンドさんでは。エリコママさんが、仕事の打ち合わせっぽいのやってたんで、ちょっとそういう雰囲気ではないなって。ただあのステッカーいただいたり、自分たちがボビー行く前に、お見送りしてくれました。そして、前の時 の、 あのハロウィンの時と違ってすっぴんに近い状態でした。すごく綺麗なエリコママでした。もちろんミッキーコーヒースタンドの、ミッキーさんも綺麗でした。一言言わせていただきます。エリコママさん愛してる。やだ、なんか浮気者みたいじゃない。両サイドとりあえず言っとけみたいな、よくないな感じですね。そして今日は、神戸、兵庫県から大吉さんわざわざこちらに来ていただきました。来た回はあったと思います。ボビーのハンバーガーがどんだけうまいかっていうのが分かったと思います。はい、そして、大吉さんからお土産いただきました。こちら大吟古酒、色がねこれ瓶の色じゃなくても古酒、もうこういう色してますね。とても日本酒じゃない思えないような、こうやれば分かるのかな、分かんない、何やったって分かんない。とにかくウイスキーみたいな色でね、はいはい。この動画を通して、大吉さんありがとうございます。お土産、はい、これは、今日早速飲みたいと思います。はい、ありがとう。そして大吉さんへ、12月8日ゴリスポの誕生日ですはい、ソニーのアクションカムと GoPro、元ブログ撮るとどっちがどうなのかっていう、比較動画なんか自分撮りたいなって思います。そんな感じで大吉さん、何も、GoPro 欲しいって言ってるわけじゃないですよただ一応12月8日自分の誕生日ですって、こんな感じで締めちゃっていいかな。はい、はい、それではありがとうございました。いや